はい、皆さんこんにちは。アシスタントの松井です。はい、かなえです。はい、今日は雑談言っちゃうもん、雑談そう言っちゃいますけど、はい、社長の、はい、なんか服をね、うん、これいつも着てるこの仕事着ですか。はい、はい、社長はいつも、あ、ちょいちょい多分動画の中でも、ふわっぱりの話とかね、してますし、なんか社長、おすすめなの？おすすめ？別におすすめとかじゃないんですけど、僕がもう、よくね、裏地屋さんとか生地屋さんに行くことがあるんで、その時に、ちょっとこの、いいの選んで、こう、仕立ててもらってるんですけどね。社長、社長、社長、出張に行く時もその格好ですっけ？いや、これは着物ですよ、これは僕の作業着です。ですね、はい、なんか職人っぽい感じですけど、うん、基本このスタイルです。それこそ免許の書き換えの時にもその話しましたよね。これ着とったら着物っぽく見えるっていう。そうそう、こっから上しか取らんから着物着てるみたいになる。そうですね、あれなんですよ。代表PTA 会長してたことがあって、でその社長が辞めた後に私がちょっと大きなね、市の分で地域が市だけどね、入ったんですけど、うん、いつも着物着とる人みたいな、だからどこでも多分本当に PTA の会議だろうが、よくね覚えてもらえる。そうですね、うん、だからまあ私も後から続きやすいです、まあ、私はまたまたこれ着物着ていくんで、まあ、ついになってなんかアシスタの人間っていうのがすぐまあ分かっていいといえばあれなんですが、これは、はい、洋服、生地屋さんで買ったってことですかね。そうですね、生地で洋服の生地を買ってきてうちで仕立てました。何っていうのか覚えてます？これでも何でしたっけ、なんかカツオ島じゃなくて、カツオは違う、紺色だ。なんでしょう、どこの、ああ、どっかの木綿ですね。どっかの木綿ですよね。はい。こっちも木綿です。めっちゃシャリシャリって言ってますけど。うん、節が。これだけ2個合わせてね、片身代わりみたいにして作りました。そうですね。後ろまで、襟は1本なんですね。身頃だけ、前身頃だけ。ね、はい。中は、中は T シャツ自分ですね、はいはい、いつも大体、まあ、この襟もね自分で生地買いに行って仕立ててもらってます。はい、このスタイルので、上っ張りの前には大体ボールペンが2本刺さってますねいつでもどこでも書けるように、飲みに行く時にもこのスタイルらしいので、電話番号が知りたい方はぜひ言って、もしくは電話番号聞かれたらすぐ書かれますまあ、でも飲みに行ったりするとこれもう1本ぐらいなくなってますからねどこかに落ちてます。置いて、はい、いてくださいぜひまあでもこのスタイルで本当どこでも多分行ってるはずなので、見かけたらすぐにね分かるかなと思いますが、はい、基本はこのスタイルで、あとずっと思ってるのが5本指の足でしたっけそうですね、2セット履いてますけどね。会社の中もセッターで、外は草履ですね。そうですね、草履っていう、はい、そのスタイルがずーっと、もう足がね、指が冷たいのね、あれね、まあ、あー履いて、あーまあそれだからたまに、うん、年末だったかな、ね、年末かな、かなんかの時に社長がたまに洋服で現れると、うん、スタッフがどよめくっていう誰か来たけど誰っていうんで、あ、まあ、洋服で来るでも洋服なんですけど、知らん人が事務所に入ってきたみたいなねでも、ね、そう、うん、この年末も事務所のスタッフがどよめいてました、うん、誰かと思いましたあ、社長で意外とあれですよ、洋服の格好すごい可愛らしい格好できたりとか、みんな若く見えますねみたいなことを言って、社長のしかもいないところでわざわざ言います褒めてるのにそんな感じ、直接は言ってくれるんですねそうです、はい、このスタイルでねずっと仕事をしているので、はい、皆さん動画で多分いろんなパターンのワッパリ見ると思うんですけど、結構いろんなの持っていらっしゃいますよね。何着ぐらい、ね、いっぱいありますね、何十着も。そうですね、うん、あんまりねほりはほり自分のことも聞かれたくないかもしれない今日このいじられ慣れて今日はこの辺に、はい、しておきましょう、ぜひ皆さん今後も社長の上っ張りにまたこんなやつ着てみてみたいなのがあれば、ぜひコメントに書いていただければ作りますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。